韓国、数字上で日本に圧倒的に負けていることが発覚。元から日本代表の方がすごいことは分かってたけど数字に出ちゃ何も言えないわね。そしてこれに対してやはり韓国は不満をあらわにしていたぜ。早速どんな内容なのか見ていきたいわ。そしたら見ていこうと思うぜ。ドイツの遺跡専門サイトでアジアの代表チームの市場価値ランキング発表されたぜ。日本が圧倒してそうなイメージね。もちろんそうだ。1位は日本で約493億円、対して韓国は2位で約220億4000万円となっているんだ。約2倍以上の差になっているのね。相当差が広がったわね。そしてもう一つ別の意味で注目されていたのが中国。中国は約21億5000万円となっている。韓国と10倍の差ができていてもう力の差が明らかね。中国メディアではこのランキングについて、日本だけ次元が違う。日本の価値は恐ろしい。重要なのは1人か2人の選手の方がズバ抜けて価値があるノルウェーとは異なるということだ。日本は三笘と伊東純也は含まれていない。含まれていれば少なくとも3億ユーロ以上だろうと言われているぜ。ノルウェーといえばハーランド選手ね。あのチームはハーランド選手が圧倒的な状態になっているわね。そうだな。そして中国も言っているように日本のすごい所は三笘選手や伊東選手などがいない状況でも圧倒的な1位になっているということだ。相当すごいわよね。三笘選手は久保選手と同様にアジアでの市場価値ランキングが上位にあるのにその選手がいなくてもこの順位。韓国はもう日本に負けていることを素直に認めるべきだと思うぜ。でもこれに対して韓国もコメントをしていたわね。ちょっと見ていこうと思うぜ。韓国が日本に圧倒的に負けていることが明白に。市場価値という面では負けてしまってはいるが、実力ではソン・フンミンが確実に勝っている。ソン・フンミンはプレミアリーグで8シーズン連続2桁得点、アジア唯一の大記録、プレミアリーグ最高の選手だと再証明している。8シーズン連続の2桁得点、プレミアリーグの歴史でも数少ない大記録で、通算7人目。アンリーやサディオマネに肩を並べた。当然ながらアジアではソン・ソンミンだけが残した大記録。プレミアリーグの歴史において得点記録でソン・フンミンを脅かすことができるアジアの選手はいないと、ソン・フンミン選手のプレミアリーグでの活躍について紹介をしてすごいことを言っているぜ。確かにこの成績を見るとソン・フンミン選手はすごい選手と思うわ。でも市場価値ランキングはそういうところだけじゃないものね。そうだ、今後の期待値も含まれての価値だ。ソン・フンミン選手はすごい記録を持っているが年齢が高く、ここからまた飛躍するかと言われると難しいな。そうね、でも韓国代表にはやはりソン・フンミン選手はまだ必要不可欠ってイメージだわ。能力的な部分もあるが一番はリーダーシップの部分だろう。アジアカップでも延長戦がある状況でも全ての試合にフル出場していたぜ。そして発言一つ一つがしっかりとしているわ。イガンイン選手など韓国にはすごい選手がいるけどリーダーシップ的な部分だと今後身につけるという形ね。韓国と日本の市場価値ランキングについてみんなの反応を見ていきたいと思うぜ。日本の凄みは能力のバランス。突出した選手はいない。絶対的なエースストライカーとか欲しいけど、突出した存在がいない分誰が出ても戦える。韓国の場合ソン・フンミンいない時のことを真っ先に考えるよね。日本の場合それがない。層の厚さはもはやアジアのそれではなく欧州中堅レベル。世界で上位を目指すにはそこはもう必要条件だと思う。市場価値はあと何年プレーできるかって要素も大きいので、ソン・フンミンやイランの主力は30歳超えてるから低くなってしまう。これは若い選手が多い日本の方が高くなる。市場価値でチームを比べるのは今の強さではなく、これからどれだけ稼げるかって期待値である。市場価値は国にとってステータスではあるが必ずしも強さではないからな。韓国やら中国はそういうのにこだわりすぎ。一発勝負強さで言ったらカタールが一応アジアで一番強いことになるからね。しかも2連続優勝。まあもちろんポテンシャルで言えば日本は確実にダントツの1位で納得。みんなが言う通りこれはあくまで素人はなるけど重要なことではないわ。日本もレベル的には強いけど中東との国では勝てない時も多いしね。そうだ、日本もこのランキングで一喜一憂せずにどんどん上を目指して世界でトップ選手になることを目指してほしいぜ。そうね、来季の日本の選手の活躍にも非常に期待が集まるわ。
そしたら次の話に移っていこうと思うぜ。2023年にドイツと試合をしたことは覚えているか？覚えているわよ。カタールワールドカップでドイツに勝った後また再戦をしたけど、そこでも日本が勝利したわね。あの時は正直ドイツは大丈夫？っていう感じだったが、最近のユーロ2024では初戦のスコットランドとの試合では5対1で勝利をしている。ドイツもどんどん盛り返してきている感じね。若い選手がどんどん活躍することができていると思うわ。そうだな。ちょっと話は戻して、2023年のドイツとの親善試合について、私たちはてっきりドイツがリベンジをするために試合をしていたのかと思っていたのだが違ったらしいぜ。そうなの。日本がドイツといった強豪と戦える機会だったからそういうことだと思ってたのに。このことについて日本サッカー協会会長の宮本氏が話をしていたから紹介をするぜ。国際親善試合の対戦相手について強豪国にしたいとは常に思っています。意向をちゃんと取り入れた対戦相手とやれるようなことは意識しているところです。ヨーロッパの国とはやれないという前提ですね。たまたまドイツやトルコとできたのは、向こうでドイツとトルコがその公式そよがなかった、なのでうまくはまったのでできましたとコメントをして、ドイツとの試合についてはワールドカップ前から話し合いがされていたらしいんだ。そして森保監督は、日本が今後立ち向かわないといけない南米やアフリカと対戦をしたかったと言っていたらしいぜ。ブラジルやアルゼンチンは日本にとって非常に天敵と言えるわね。ブラジルには特に勝つことができていないわ。そうなんだ。でも日本はカタールワールドカップ前から他の国からの評価が高く、いろんな国から対戦をしたいというリクエストがあったらしいぜ。そうだったのね。でも日本には選手を守るための約束みたいなことがあるのよね。そうだ、移動時間の制限や大陸間の移動が禁止されていたりと、これは一見なんでと思う部分があるが、選手のことを第一に考えているからだな。移動などがあり、疲労している中戦っても怪我のリスクが高まるし、良いことはないわよね。そういうことだ。2024年は A 代表は9月の最終予選までは一旦国際試合が行われない。選手も休暇に入ったりとオフシーズンを過ごす選手が多いが、9月の試合はどうなるのか楽しみね。国際試合がないなら A 代表と U23 で対戦とかもしてみてほしいわね。非常に接戦になる気がするわ。確かにそれはありそうだぜ。今後に期待だな。そうね。そしたら最後に、最近大きな話題のバイエルンの話を見ていきたいと思うわ。そうだな。バイエルンといえば伊藤博樹選手が加入したことで大ニュースとなったぜ。そして加入したことでキム・ミンジェ選手が危ない状況になっているのよね。韓国ではこのことについて今大騒ぎだ。韓国メディアでは、キム・ミンジェはまたベンチに座るのか、日本人センターバックタス、ミュンヘン行き熱望、ノムハン優勝ディフェンス、競争相手だけが増える、シュツットガルトのブンデスリーガ2位に大きく寄与した、バイエルンはマルチ能力に優れた弘樹で守備陣の運用の多様性を追求する計画だ。弘樹が迎え入れられてキム・ミンジェの競争者が1人増えたが、これで終わりではない。バイエルンが以前から中止していたレバークーゼンのセンターバックターがバイエルン移籍を熱望しているというニュースが出た。欧州移籍市場に詳しいフロリアン・フレテンバーグ記者は15日、ターはもうバイエルンに合流したい、そう決断したと報道した。ヒロキが迎え入れられ、ターまでミュンヘン行きを好む。センターバック陣は飽和状態になる。キム・ミンジェには良くないニュースだ。相当韓国は悪い風に考えているわね。まだ出場できる可能性があるというのに、シーズンが開始する前からこの状態だと来季は大変そうだぜ。もっとドスンと構えて来季が始まってからの活躍を見てどうするか考えればいいのにね。そうだな。これに対して皆の意見を見ていきたいと思うぜ。去年シーズン通して主力を張って結果は12連覇を逃した上にリーグ3位、アジアカップ後しばらくスタメン外したらチームが上向いたという現実。キム・ミンジェには非常な現実だが、バイエルンが移籍市場が開いて真っ先にディフェンスを取りに行ったのはそういうこと。キム・ミンジェは高額移籍金で獲得したから手放す場合も相応の移籍金を求めることになるだろうけど、昨シーズンの弱点を見る限り求めるチームと要求移籍金がマッチしないと思う。移籍金が高かったからキム・ミンジェはサウジアラビアぐらいしか移籍させないだろう。もう一シーズンぐらいは様子見するのではないか。ディフェンスとしての判断能力が低いイメージ残ってしまったからスタメン起用は減る可能性が高いとは思う。実力と移籍金の額が釣り合わないので、
さすがにナポリ復帰は難しく、レンタルされるのが適当だろう。1年間控えに回るのなら中東行きも視野に入れた方が良いと思う。最近の評価のままだとサウジアラビアに行く可能性とかはありそうね。そうだな。サウジアラビアは高額な金額を出すことができるからキム・ミンジェ選手次第だと思うが、新たな地で再復活する可能性もある。サウジアラビアも最近はロナウド選手をはじめとして選手がたくさん移籍しているからレベルが上がってきているわよね。そうだな。いつかはプレミアリーグと同じくらいの規模感にすることを目標としているらしいが、最近ではちょっと集客があまりいい状態ではないらしい。今後またもスター選手を獲得して人気をまた取り戻したりするのかもね。10年後とかにはもしかしたらプレミアリーグとサウジアラビアリーグが二大巨頭になっている現実になるかもしれない。今後のサッカー界がどうなるかも非常に見ていかないといけないわね。でも今はパリ五輪が行われるから、そこでしっかりと勝てることを第一に考えてみていこうぜ。そうね、皆の意見もぜひ教えてほしいわ。そうしたら今日の動画はここまでだ。